中央、エントランスプラットフォームコペンハーゲン中央駅は、コペンハーゲンにある、デンマーク最大の鉄道駅である。チボリ公園の入り口にもなっている。当駅は、コペンハーゲンの交通の要衝でもあり、各地と結ぶインターシティや近郊電車である、S-Togなどが数多く発着している。12線あり、コンコースには、ファーストフード店や、各種の小さな店舗がある。コペンハーゲン市内の公共交通機関の運賃ゾーンのゾーン1圏内にある。最初の鉄道駅が1847年にコペンハーゲンに建てられた。ラスケラ鉄道が利用する鉄道駅として木造で建設されていたが、それは要塞の外では基礎のある建築物が認められていなかったためである。デンマークの鉄道路線網の拡充により、駅はすぐに拡張する必要が出てきた。新しい駅は H.J. ハーホルト設計により1864年に完成した。単線のみで市街と結ばれていたため、第2の駅も小さすぎることが分かった。1911年12月1日にハインリヒ・ウェンク設計による現在の駅が完成した。1980年に大規模な改修が行われ、エスカレーターやエレベーターなどの設備が追加され、プラットフォームに直接行けるようになった。また、貨物部門の出発線と到着線が分けられ、改修されている。2004年から2008年にかけて、再び改修され、3番線から6番線の低いプラットフォームの屋根が、国際標準の長さに伸ばされる。跨線橋も調整された。2019年に、コペンハーゲン地下鉄の市内環状線が開業し当駅に接続予定となっている。ありがとうございます。